千葉県総合教育センターは、千葉県が設置する教育に関する研究及び教育関係職員の研修を行う機関である。千葉県総合教育センターは、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修を行うとともに、千葉県民に対し、教育に関する奉仕を行うことにより、千葉県の教育の振興に資することを目的として設置され、1984年前身の千葉県教育センターの名称を改め、千葉県総合教育センターに改称される。事業内容は下記の通りである。教育に関する基礎的かつ実際的な調査研究に関すること、教育関係職員の資質向上のための研修に関すること、教育に関する資料及び情報の収集、作成及び利用に関すること、特別支援教育の振興に資するための調査研究、研修及び教育相談に関すること、情報教育の振興に資するための調査研究、研修並びに教材の収集、制作及び利用に関すること、視聴覚教育の振興に資するための調査研究、研修並びに教材の収集、制作及び利用に関すること、教育関係職員の研究に対する指導、助言及び援助に関すること、全項に掲げるもののほか、総合教育センターの目的を達成するために必要な事業を。ありがとうございます。